キング・アンドプス・平野紫仕様の爆弾発言が呼び起こすスマップ公開処刑の影。日本のアイドルグループキング・アンドプスの平野仕様がジャニーズ事務所に対する批判的な発言を行ったことでその影響が広がっています。特に元スマップへの公開処刑事件との類似性が指摘されファンやメディアの注目を集めています。本校では平野の発言とその背景。 そしてこれが引き起こす可能性のある影響について掘り下げていきます。平野氏用の発言とその波紋。2022年11月にキング・アンドプスからの脱退を発表した平野氏用。その後も事務所に残留し、グループの活動に参加していました。しかし、2023年2月に発売された月刊 TV ナビーのインタビューで行った発言が、 彼のファンやメディアを驚かせました。平野は、ジャニーズ事務所での活動に対して、肯定的な一方で、できなくなることが増える、自分は悪くないのに謝らなきゃいけない、といった批判的なコメントを述べました。これは、事務所批判と受け取られ、一部のファンからは炎上を招く要素となりました。芸能記者の見解によれば、 この発言は平野自身の葛藤や不満を反映している可能性があります。それに対してファンの一部は平野を擁護し、ニューシングルが発売初週でミリオンを突破したことは、脱退組を支持するファンの強い結束を示していると分析しています。スマップ公開処刑の影響。 平野紫仕様の発言が注目される中で、過去におけるスマップへの公開処刑事件が引き合いに出されています。スマップは2016年1月18日にフジテレビ系で放送されたスマップ非警クラスマップの生放送内で謝罪させられるという出来事がありました。 これにより、スマップファンの激しい抗議が起こり、BPO サイトのサーバーがダウンするほどの反発が広がりました。芸能記者は、キンプリもスマップ同様、6人でスタートしたグループと指摘し、岩橋玄樹の脱退やその後のメンバーの脱退などが共通点として挙げられています。しかし、日本テレビは、スマップのような公開処刑を避けるため、 金プリの冠番組を新年度も継続すると発表しています。木村拓也主演ドラマへの影響。平野耀の発言が再びスマップ公開処刑を連想させる中、フジテレビの春の月休ドラマ、強情ゼロにも影響が及ぶ可能性があります。 このドラマは木村拓也が主演を務めており、平野のコメントが物議を醸す中で、視聴者の反応やドラマの評価が注目されるでしょう。しかし、芸能記者によれば、平野たちは地上並みよりも国際市場に焦点を当てており、特に韓国や中国、北米での活動に重点を置いているとされています。 そのため、日本国内の出来事が直接的にグループの活動に影響を与えるかは疑問視されています。平野紫耀の発言が金プリのファンやメディアに波紋を広げている中で、スマップ公開処刑との比較がなされ、その影響が注目されています。ただし、グループの冠番組の継続や国際市場への焦点が強いことから、 直接的な影響があるかは不透明です。今後の動向に注目が集まりますが、アイドルグループのメンバーが事務所や業界に対して抱える葛藤や不満が表面化することで、同様の問題が浮き彫りになる可能性も考えられます。